水沢かおるです。皆さんお久しぶりです。マシリサです。イエーイ。ツッキーのサーヤ、ツッキーです。はじめまして。3人の中で一番おとなしい感じのお姉さんキャラです。カオリンと呼ばれています。27日の撮影会でたくさんの方に私たちポケットパレットを知っていただきたいなと思っていますので、皆さんぜひぜひお越しください。イエーイ。関西では撮影会いつぶりだろう、もう約1年ぶりくらいになると思います。帰ってきました。なんと3月9日にしかも誕生日を迎えてですね、今回髪の毛も茶色くしちゃいまして、ニューマセリさんにぜひぜひ27日会いに来てください。将来はディズニーランドのトゥーンタウンに住みたい月のサーヤ、ツッキーです。こんにちは、はじめまして。全てのことが全部初めてなんですけど、全部めっちゃ頑張ってます。なので頑張ってる月のサーヤ見てきてください。はい、皆さん、ディズニーランドにあるシンデレラ城のてっぺんが黄色に塗られてる理由は知ってますか？あれはウォルト・ディズニーが一番好きな色がゴールドだったんです。そのゴールドをディズニーランドの一番高いシンデレラ城の上にすることで天国に行く。分かった分かった、もういいから、もういいから。ポケットパレットウエストです。イエーイ。ちょっとみんなもっと元気よく元気よく、イエーイ。27日絶対に来てくださいね。イエーイ。バイバーイ。こんだけ元気やな